今日は3連単満州券が多く飛び出している1日であります。これより迎えるカードは第10レース一般競争。対戦メンバーです。1号艇宇野弥生、2号艇木村さゆき、3号艇落合直子、4号艇平高奈々、5号艇堀之内清子、6号艇門田詩織、以上6選手の対戦です。今シリーズは0度での戦い続いていました堀之内清子、ついにこのレースチルト3度に跳ねての戦い、6コース回りということになります。外の2人が入れ替わる形、内4選手は定番通りに収まります。1号艇宇野弥生インコースの進入、さすがの強烈なスタート構成、0台連発していますこの1号艇宇野弥生が今ホーム側インコースに進入です。そして負けじとこちらも0台スタート多く決めています。2号艇木村さゆき、3コースには3号艇落合直子です。ここまでがスローとなって4号艇平高奈々、4コース角位置、昨日は転覆アクシデントもありましたが、しかし今日の1走目はきっちりとインコースから人気に応えまして白星。5コースには6号艇門田詩織、積極果敢なスリット構成も光る6号艇門田が5コース、そしてチルト3度、5号艇堀之内が6コース、緩やかな追い風です。第10レース一般競争、1番2番3番ダッシュ4番6番5番スタートしました。インコースから1号艇のコースの5号艇堀之内が際どいスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。なおスタート判定中、お手持ちの投票券は大切にお持ちください。お知らせいたします。5号艇堀之内清子フライング変換決勝、5号艇に関係のある投票券すべて変換です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。5号艇堀之内はフライング変換決勝、5号艇に関係のある投票券すべて変換です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。上位の体型は1番3番4番でしょうか。2周目に入っています。3番争いが4号艇2号艇接戦となって、2周1番から向こう正面先頭はぶっちぎりました。1号艇宇野弥生、2番手3号艇落合直子、3番手はここで4号艇平高奈々、上位体型は1番3番4番です。水が空いて4番手は2号艇木村さゆき、後方最後方5番手に6号艇門田詩織が続いています。2周にマークを理解しまして、ホームストレッチ先頭は1号艇宇野弥生、2番手3号艇落合直子、3番手4号艇平高奈々、1番3番4番最終周回に入っています。激しいスタート合戦、残念ながらこのレーススタートアクシデントありました。5号艇堀之内清子はフライング変換決勝、5号艇に関係のある投票券すべて変換です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。1番3番4番の体制、3連単134は 4.9 倍です。5日目の攻防、第10レース一般戦、1号艇宇野弥生先頭、3号艇落合直子2番手、4号艇平高奈々3番手、上位体系1番3番4番でゴールです。先頭1番宇野5輪、2番手3番落合5輪、3番手4番平高5輪、2番木村5輪、ラスト6番門田五輪です。